ひとみちゃん。いや、せつなけいすけだよ。ひとみやっていきたいと思います。ライヤーの企画でひとみっていうこのフリーゲームをね、みんなでやろうってことになっちゃったな。なんてことをしてくれたんだなと思っております、ニコルトさんに対してね。よし、始めます。ホラーゲームです。見た通り、角膜移植の手術を終えてから僕の視界には妙なものが映り込むようになった。主人公男なんじゃ。てか、ひとみが主人公じゃないんやな。わーい、これは君の顔かね。君の方がホラーだったと思うよ。スタート画面のひとみちゃんよりも君の方がホラーだったと思うよ。いきなりぶっ込んでくるね。何くん、何くんか知らんけど、それが何かを知るために僕は提供者が生前住んでいたという山荘。あ、もうホラーのせいでや、ホラーのせいで漢字読めやないか。ホラーのせいにってことにしとこう。いや、俺が漢字スキルないだけやけど、ホラーってことに、ホラーやけんってことにしとこう。うん、よし、なんか入っていった、山荘に入っていったんや。はっ、これ調べていくパターンのやつだったんや。あ、いきなりドーンと出てくるんじゃないだろうな。ここのさ、屋根ぶち破ってドーンって降りてくるんちゃうんやないか。タイランドとかそのあたりがさ、バイオハザードじゃないんやろ。お前、瞳ぞ、瞳。113で瞳ぞ、お前。瞳はこの世におりません。と書いてある。おら、うわぁ、バッテンがありました。そんなことないよって瞳が否定してるじゃないか。バッテン書いて否定してるじゃないか。おるんや、この世に。瞳は。知らんけど。窓は目張りされている、目障りされているってどういう意味だって話で、ん？あ、これあれか。調べたところバッテンしてくれるパターンのやつなんじゃ。怖いわ。それただ怖いだけや。しかもこれ見てみ。ちゃべれんのかい。なんなんこれ。この赤いもなんなん。日の光か。別にホラーじゃないところをホラーチックに書いただけなんだよ、これ。なんかこれ。何もないな、この辺。これはラジオ、ラジカセだ。スイッチを押しますか。はい。音楽一旦止まろうかな。音楽一旦止まろうか。 BGM、 ラジオ聞きにくいよ。てかラジオ何も出てこんで、ね、何も聞こえないやないか。俺のラジオ壊れてしまったやん。壊れたラジオやん。写真が飾ってある。男の人と女の人が並んでいる。バテンついた。今のところ何のホラーもないよ。ホラーじゃないところで驚かされただけ。あー、来たよ。誰よお前。お前、主人公じゃなかったんかいな。この部屋の主か。喋れんのかいな。これ喋れそうに見えるだろお前。なんなんその引っ掛け要素。いらんよ。人形やな。やっぱり人形やな、問題は。お、近づいてちゃん、後ろの気になるやないか。後ろの気になるやないか。俺、人形よりもむしろこっちの方が気になるんやけど、ちょっとホラー映画のさ、スリラー映画の層みたいな感じの仮面出てくるな、仮面。黒崎一護を挽回したらこうなるんかいな。頭がぐらついている。目玉だ、落ちとる。目玉落ちてるやん。やめて、そういう。赤く染まっている。日本人形って大体赤いんだよ。それぐらい気にすんな。あ、これだけ。いや、それよりこいつじゃ、こっちの方が気になるんじゃ。俺はこっちを調べさせろ。どうやって戻るん、どうやって戻るん。え、どうやって戻るんこれ。あれあれ、さっきの全体の戻ってもたやないか。F10 に押してもうたやないか。最初からやないか。何やってくれとんねん。あ、これスイッチもう一回押しますことがある。だれ。よしや、人形調べるの最後にするわ。そういうことなら人形調べるの最後にしてやるからな。椅子だ。ずいぶんぐらついている。ぐらついとだけなんかいな。もしかしたら妖怪の仕業かもしれませんよ。あ、また近づくとはだん。
あ、近づいたら戻り方わからんちゅうに。てか左下、お前どこでもおるな。見えとるぞ、左上、仮面のやつ、ムジュラの仮面か。お前は隣の人形、指人形が引っかかっている。なんか絡まっとんやな。父親だろうか。手に取りますか。はい。え、人差し指、中指、薬指、どれ。え、そういう問題じゃないよ。どの指でもダメだから。お母さん、まさかな。あー長さ的に中指ってことは娘。あー、こっちが中指だった。違う、そういう意味じゃない、そういうんじゃない。人差し指、中指、薬指よ。え、あとさ、どうやったら全体戻るん。ちょっと待って、説明書読まなかった読んでなかったな、そういや。説明書あるんこれ。え、うん、説明書全体に戻るやつは。え、どのボタンかで全体戻るん。え、なあ。あれ、どうすればいいんこれ、なあ。あれ。え、どこで全体戻るの。倍速、うん。あ、髪の毛調べれたんじゃ。髪の毛、わ、髪の毛が指に絡みついてしまった。髪の毛を手に入れた。手に入れ方、絡みついてきたけんさ、持っていかざる応援みたいな手に入れ方。さて、もう見るところはないかな。よっしゃ、戻れた。ってことは人形も全部調べたらこうなってくれるんだ。これ何、何この壁に張り付いてる人形。ふふ、伏兵みたいに壁ドンしとんじゃないか。最近流行りの壁ドンや。何に対して壁ドンしとんかわからん。壁ドーン、ドーンしてる。壁ドンしすぎ、ドーンしてるよ。体が人の形をしている。扉についているのでドアノブだろうか。どこか、こんなドアノブあって怖いわ。ホラーやん、本当に。もう当たり前のことしか言えてない。ただバラバラで使えそうもない。クソ。あ、それだけなん。やっぱり調べるところなかったん。なかったっぽいね。ごめんね、なかったっぽいね。罰出ないんだね。でも罰は出ないんだね。なんか人形だけはなんか特別扱いされてるね。罰とかいう失礼なもんしないんだね。これ本体、頭ぐらつく、目玉は見たね。赤く染まっている見た。もう一回か。あ頭ぐ、あーう、あ、頭が病院行くか。こちらを睨んでいるような気がする。それは自意識過剰や。そういうことにしとこう。そうよね、妖怪のせいだよね。妖怪のせいだよ。他に調べるところあるんでしょ。針、なんで、またこれまだ、なんで骨の代わりにしてんじゃねえよ。あ、抜けるん。いた、肺が指に突き刺さってしまった。それはお前がどんくさいだけや。針のせいにするな。針を手に入れたら痛いな。二つの意味で痛いわ、今のは。ただ痛いだけでなくてさ、なんかどんくさいところが痛いわ、この主人公。これパーツつかんたかったな、結局。てか手に入れたもんが、あ、さっきの髪の毛をと針を使えば縫い合わせられそうだ。縫い合わせるためのものじゃないけどね。髪の毛ってそういうもんじゃないけどね。まあやるよ。なんでそういう発想が来たかわからんよ、主人公。どうしたんお前。あ、ちゃんと縫えたじゃん。うまいやないか。よし、綺麗につながった。綺麗の木もさ、感じにしないかね。見るもんある、これ。ないよな。いや、それよりさ、ほんとさ、これは調べれんの。え、他に、あ、
写真が飾ってある。男の人と女の人が並んでいる。バツ。調べ忘れとったんじゃ。調べ忘れとったんかいな。わからんわ、そんなん。他になんかあるかにな。他になんかあるかね。もしもーし。あ、日記あった。こんなところあったん、わかるかよ。わからねえよ。何お前日記こんな変なところ隠してんの。なんだ、ヤガミライトがデスノート隠すような感覚でないか、お前。読みますか、はい。5月9日、瞳がなくなった。右目をえぐり出し、身を投げたそうだ。思い返せば、左目の手術をしてから様子がおかしかった。私と妻は、ちじりになった瞳を抱きしめた。瞳って娘なん？主人公の娘なん、これ。てかさ、右目えぐり出しってあの人形と同じパターンのやつで、右でえぐり出しとったみよな、あれ人形。5月14日、未だに現実を受け入れられない。妻もとうとうおかしくなったようだ。まるで瞳がそこにいるかのように一人で会話を始めたのだ。あ、多分それはお母さんがさ、妖怪ウォッチも音だけやと思うわ。それはいける、うん、いける。ほっといていいよ。ウィスパーがおるんだ、ウィスパーが。5月17日、私たちは見えない瞳を可愛がることにした。お前も混ざらんでいいわ。お前は混ざらんでいいわ。だが、時々それが虚像であることを思い出し、妻は発狂する。このままではいけない。私は瞳を作ることにした。作ることにした。5月25日、幸い私は人形、日本人形の職人だ。すぐに瞳を作り上げられた。ただ、妻は、これは瞳じゃないと、その首をもいでしまった。いや、お母さん、あなたが見ていたものも瞳じゃありませんから。あーす。音だけ聞いたら、教会のさ、嬉しいっていうか、もう、どんな時よ、素晴らしい的な音やけどな。6月22日、瞳はこの世におりません。最後の最後に妻が正気を取り戻して壁に書き残した言葉だ。あ、あれ、お母さんのやつだった。妻か、妻のやつだった。妻はもういない。瞳の後を追ってしまった。最後に見た妻は、あの日本人形のように、私が瞳を作れなかったせいだ。私のせいだ。で、7月15日、西洋人形を学んでいる。この精密さならばきっと瞳は完成する。妻も帰ってくるだろう。え、亡くなったんちゃうん、妻って。5月4日来年になった。何年かかっただろうって。来年どころじゃない。ようやく瞳が完成した。誰もが目を奪われるほどの美しさだ。瞳は生きている。お母さん、妻みたいな感じになってますけど、あなた妻みたいな感じになってますよ。え、妖怪ウォッチ2個目が出てきたとかそういう話じゃないですよね。違いますよね。ウィスパーいないよね。日記はここで途絶えている。あ、最後のページに何か挟まっている。何、5月4日フォントが違うぞ。フォントが違うぞ。お前、字の感じ全然違いますけど。指をちぎられてしまいました。そんなまむ、この紙の真ん中に堂々と書くことじゃありません。先生に教わってないですか。指をちぎられてしまいましたって簡単に言っちゃいけませんって、先生に、学校の先生に教えられてないんか、お前は。まだなんかあるん、これ。まだどっかになんかあるんや、これ。どこに何があるか全然わからんけどね。あ、さて、この部屋はもう調べきったかな。さっき行けるようになった隣の部屋に移るかな。あ、そっか、ドアノブつけて直したけん。わあ、わお、あれは遺体が人形？それとも、あ、スタート画面の女の子。これは日記にあったあの、確かに不思議な魅力を感じる。本当に生きているかのようだ。確かにリアリティがすごいぞ。目玉ないけど、目玉がない。どこかに落ちていたりしないだろうか。落ちとったらそれはあかんでしょ。赤いワンピース。
玉？この部屋から出ていけるのかな。元前の世界、前の世界じゃないわ。前の世界って何だ。前の部屋戻れるこれ。お前じゃない。唇、肌は白く透き通っている。それなのに体温さえ感じさせる。怖いわ。呼吸しだしそうな雰囲気だ。壁にさらりと指を通した。なんで人形やけんって女の子やぞ。人形やけんって女の子やぞお前どうすればいいんだ。前の部屋は、前の部屋、前の部屋戻れん。いや分からんから、人形どことか分からんから。僕人形どことか分からんから。え、どっかあるんこれ。どっかあるパティン、これ。おい、自分で持っとったんかよ。なんだったら最初から言えよ。自分で持ってるよ。ねえ、パパ、自分で持ってるよなんて言わんやろうけどな。普通の子供はそんなことせんだろうけんな。目玉は、取ろう。ってことはさ、まさかな。あ、違うん？それは違うん？あ、待てよ。片目飛び出たとか言うだけど。え、どっちに入れなあかんみたいな。あ、こっちに合いそうなもん持ってない。飛び出た方は持ってないパターンのやつなんだ。あ、目玉が入るとより一層人間らしく見える。そうかもしれんけどさ、こうなると両目の入ったところを見たくなるな。いやいや、いいってもう。いいやん。ない。どうしてもこの目に合う目玉が見つからない。この人形の完成を見たい。この人形を完成させたい。この人形の一番美しい姿を見たい。だけど、この人形に合う目玉は、右目は、いや、あるじゃないか。ここに。え？やめろ。やめろ。それはやめろ。やめんか。ああ、グロいよ。血管出てるよ。やっと完成した。やっと見ることができた。本当に、本当に綺麗な人形だ。薄れゆく意識の中で、不思議と漂う浮遊感の中で、視界に映るのは美しき人形のみ。そして僕は、初期の一文を思い出していた。そうか、そういうことだったんだな。誰もが目を奪われるような美しい。奪われるってそういう意味だったの？提供した感じやけど、奪われるってそういうことだったの？はい。ねえ、この間左目の手術をした患者さん、右目を自分の手で取り出して窓から飛び降りたんだっけ？そう、なんかずっと様子がおかしかったんだって。病室をずっと探るように歩いていたらしいよ。まるで何かが見えていたみたいに。ねえ、ちょっと返事してよ。ちゃんと聞いてるの？ああ、ごめん。目がかゆかっただけ。で、何の話だっけ？だから、いつかあなたも、あ、後ろおらんわ。よかった。瞳後ろおらんかったわ。瞳後ろおらんかった。よし、よかった。というわけで、今回、瞳という、なんか、ホラーゲームというよりかは探索ゲームって言うほど調べさせられたね。瞳。113。113、瞳。113で瞳。終わります。何このグダグダな終わり方。こんなんがあれだよ。お正月、今年、2015年の最初の動画やぞ。これで大丈夫か今年。俺、今年、厄年じゃないのか。終わります。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そう。